ZOZO の創業者でスタートトゥデイ社長前澤友作氏が日本時間9日、ISS ・国際宇宙ステーションに到着。前澤氏は、同行する男性社員の分を含め100億円以上とされる料金を支払い、日本の民間人として初めての滞在生活をスタートさせた。12日間の滞在期間中、前澤氏は世界から募集した100の実験を行い、自身の YouTube チャンネルで動画を配信。地球には20日、帰還が予定されている。前澤氏は2018年9月、米スペース X 社が計画する新型宇宙船、BFR で、2023年に世界初となる月への旅行を実施すると発表。当時、交際中の女優剛力彩芽が月旅行に同行するかと注目されていた。二人は2018年4月、女性セブンに熱愛を報じられた。同誌発売同日、前澤氏は自身のツイッターで、マネージャー風を装って、彼女剛力のカバン持って後ろ歩いてみたけど、まあバレたよね、と報道に言及。続けて、ただ真剣ですよ、と交際を認め、一方の剛力も自身のインスタグラムで交際を宣言。当時、スキャンダルに無縁の剛力が25歳、前澤氏が42歳という17歳の年齢差もインパクトが大きかった。オープンな交際を続けた2人は同年7月、サッカーワールドカップの決勝観戦のためプライベートジェットでロシア入りすると大きな反響を集めた。だが、この浮かれっぷりに剛力は世間からバッシングの嵐にさらされ、12本あった CM 契約本数は一時期ゼロになることもあった。2019年11月、2人の破局を週刊新潮が報じた。同月、ニュースサイト、スポニチアネックスは、破局の理由として、剛力が前澤氏との恋に走った結果、事務所や仕事先との関係性も悪化と報じ、家族との間にも大きな溝が生まれたと伝えた。さらに、剛力の知人の自分の気づいたものを捨ててまで、前澤氏との生活を優先した。だが女遊びは一向に変わらず、気持ちが保てなくなった、という証言も掲載。一方では、今年4月発売の日刊スポーツが当初、前澤氏が新会社スタートトゥデイを立ち上げて多忙になった一方、剛力も女優業に力を入れたいと希望したため、円満に別れた、としていたと報じている。2020年1月、前澤氏はインターネットテレビ、アベマで真剣にお見合い企画を行うと発表。ところが、2万7000人の応募者がいたにもかかわらず、気持ちが整理できないという理由で収録開始前にキャンセルし、現場を困惑させた。だが、同年2月発売の女性セブンでは、不可解なドタキャンの理由の背景に、剛力の存在を示唆した。そして同年4月、二人の電撃復縁を週刊文春が報じた。記事によると、前澤氏は同年2月に自社や関連会社の社員を前に、剛力との復縁を宣言していたという。さらに同年7月、剛力の新事務所設立が報じられ、翌8月に所属していたオスカープロモーションを退社。前澤氏との月旅行が現実味を帯びたとも囁かれた。ところが今年4月、二人の破局は再び公になった。同月発売の日刊スポーツによると、2020年12月に剛力がヒロインを務めた舞台、ナンバーナイン、不滅の旋律が上演されたあたりから、二人の間に価値観の相違が生まれ始めたという。加えて、事業をはじめ多忙を極める前澤氏とフリーに転身した剛力の間にすれ違いも生じたことが原因とした。一方で同月、ニュースサイト、週刊女性プライムは、破局の理由が前澤氏との月旅行だと報じている。記事によると、月に一緒に行きたい前澤氏に対し、女優業を優先したい剛力が、私は行けないと別れを切り出したという。前澤氏が宇宙へ旅立った翌9日、ニュースサイト、フライデーデジタルは、剛力の月に行きたくないからという噂を取り上げ、前澤氏が宇宙旅行と彼女、剛力を天秤にかけた末、夢を選んだと報じている。宇宙から生配信する前澤氏を剛力は今、どう思っているだろうか。ご視聴ありがとうございました。コメントを残していただけると嬉しいです。チャンネル登録・高評価もぜひお願いいたします。